クエチアピンは、ジベンザゼピン系の否定系抗精神病薬の一つで、ある。国内外で商品名セロクエルとして販売される。日本での適用は、統合失調症である。アメリカ合衆国では、双極性障害にも適用があり、気分は安定薬として用いられる。情報状タイプのクエチアピンフマルが販売され、2017年に日本でも気分安定薬として、 承認を得た。適用は、双極性障害における、うつ症状の改善。薬呪法における劇薬。糖尿病には近忌である。クエチアピンはゼネカが開発した。日本では、アステラス製薬が、アストラゼネカからのライセンスをもとで、製造販売されている。セルクエル城は2000年12月に承認され、2001年2月に、発売。 2009年11月に2 0 0グラム錠が発売された。2012年12月に後発医薬品が発売された。ビプレス素女法上は2017年7月に承認され、同年10月に発売。ただし発売元は、ジェネリック医薬品メーカーの共和薬品工業が担当する。日本における適用は統合失調症に限られていたが、 2017年には、双極性障害における、うつ状態の改善に対する効果も認められた。アメリカ合衆国では、統合失調症に加え、双極性障害の双病症とうつ病巣と、それらの層を予防する維持期においても承認されている。2013年の厚生労働省による認知症の周辺症状へのガイドラインでは、第一選択は飛躍物介入が原則であり、 処方時には患者、保護者に承諾を取るべきであるとしている。日本医師会、日本老年医学会による高齢者向けガイドラインでは必要最小限の使用が推奨される。クエチアピンはジベンゾチアゼピン系に分類される否定系抗生神病薬であり、ドーパミン D2 受容体に比較してセロトニンの h t に受容体喫抗作用が強いのが特徴である。クエチアピンは それら二つの受容体に対し高い親和性を有している。ヒスタミン H1 受容体、アドレナリン α1、α2 セロトニンゴ HT1A ドッパミン D1 受容体に対しても低い親和性を有している。ムスカリン受容体、ベンゾジアゼピン受容体にはほとんど親和性がない。クエチアピンの抗精神病薬作用はドーパミン D2 受容体への拮抗作用によるものと、 考えられている。セロトニンの HT2 受容体気候作用も、また、クエチアピンの有効性に影響している、可能性がある。主に肝臓のサイプ 3A4 で代謝される。糖尿病患者、糖尿病器用歴のある患者には近忌である。添付文書の警告表示枠に、投与中に、糖尿病性の副作用から死亡する場合があるため、血糖値測定等の十分な観察を行うよう、 記載されている。血縁者に糖尿病患者がいる場合にも慎重投与とする。警告、一一印血糖値の上昇から、糖尿病性、ケトアシドシス、糖尿病性昏水等の重大な副作用が発現し、死亡に至る場合があるので、本在投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うこと。に投与にあたっては、 あらかじめ蒸気副作用が発現する場合があることを患者及びその家族に十分に説明し、硬活、退院、多尿、金尿等の異常に注意し、このような症状が現れた場合には、直ちに投与を中断し、医師の診察を受ける、よう、指導すること。沢井製薬株式会社、クエチアピン添付文書なお、血糖値上昇のみでなく、癌患者への投与時において、 低血糖を発症する場合があることが示唆されている。その他の主な副作用は、衰退外路症状、赤シジア、不眠、神経過敏、眠気、倦怠感、不安、めまい、体重増加、体重激減、起立性低血圧など、長期間の服用により、糖尿病、自発性ジスキネジアが起きる可能性もある。2019年4月の厚生労働省医療、 生活衛生局発行の医薬品、医療機器等安全性情報ナンバー362により、クエチアピンフマルサンジオについて、下記の重大な副作用の項目が追加改定された。中毒性表皮へ腫瘍解消、皮膚粘膜がん症候群、多形候判、中毒性表皮へ腫瘍解消、皮膚粘膜がん症候群、多形候判が現れることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。厚生労働省医薬、生活衛生局、医薬品、医療機器等安全性情報ナンバー362に、クエチアピンフマルサン使用2010年、アストラゼネカは、セロクエルを、高齢者や死亡リスクを高める小児への適用外使用を進める、違法なマーケティングを行い、点二億ドルの罰金が、課された。 ありがとうございます。